原因がわからない高血圧ですよってことなんですよ。それはすごく多いですね。すごく多いんですか、うん、原因わかる。じゃあ血管の様子ってどうなってんのっていうね、わかる方法があるんですよ。みんなで生きよう100年チャンネル。どうも梶原です。タコポンです。よろしくお願いします。先生、最近僕血圧測ったんですよ、うん、そしたらこの間より高くなっちゃってて、目大丈夫かなと、目に関係あんのかなと思って。あ、大丈夫ですかね。血圧測ってますか。急ですね。急どうですか。まあでも、ね、気になりますよね血圧は、うん、僕の家計は、ね、父親も母親も低いんです。みんな低いんですよ。へ、もう低血圧で100ないんですよね。大体100、あの最高血圧がね、最高血圧はなるべく130を切るようにしましょうとかね、最低血圧も90は切るようにしときましょうとかね、まあいろいろ言うじゃないですか。血圧が高いとなぜいけないですか。なぜいけないか。なぜ血圧高くて何が悪いみたいな。それを教えてください、うん、いや血圧が高いとね、はい、まあ、極端に言うとゴムのホースの中の圧力が上がったらゴムが割れちゃうでしょ。血管が破けちゃうってことですよね。やばでね、その前の段階としていつも血圧が高いと何が起こるかっていうことなんですよね。そもそも血圧って何かってことですよ。血の圧って何ですか。血が流れていく時の圧力ですよね、血管のね、はい、うん、ここに心臓があってボーンって収縮して血液が出ていくでしょ。そうすると当然そこは血液の圧力が高いわけですね、うんうん、でだん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 血心臓から離れていくと勢いは伝わりにくくなるわけだから血圧下がっていくわけですよ、うん、血圧っていうのは普通はこの辺で測るでしょ。この辺で測っていくつっていうことなんですよね。ここら辺で測る血圧が130の90それ以上高くなるとあんま良くないんですよってことなんですよね、うん、最高血圧と最低血圧ってこれ何なんですか。何なんですか。全然考えたことなかったですね、うん、ただ2種類あるわけですよ血圧はね、はい、心臓がバンって血液を送り出した時に一番上がった時の圧力が最高血圧ですね。血液がこう塊としてボンって出てくるわけですか、はい、出てたやつが通り過ぎると圧力はさ一旦下がるわけでしょ。次のが来るとまた血圧上がるんですよ、はい、だから高い時と低い時、高い時と低い時って交互に来るわけです。それが最高と最低の血圧ですよ。なるほど、うん、心臓が血液を送り出しました。この量の血液がボンと出ていきますよね。血管が膨らんでくれれば圧力は上がらないでそのままスーッと通っていくわけですよね。それは硬いと送り出した瞬間バッて中の圧力が上がるわけですよ。つまり血管の弾力性があればあるほど血圧は上がりにくくなるわけですよね。弾力性がなくなって硬くなればなるほど血圧っていうのは上がりやすくなるんですよ。最終的に圧力をコントロールしているね、抵抗性の血管ってなるわけですよ。ある程度の太さになるとその血管の太さによって全身の血圧が結構変わってくるんですよね。そういう太さの血管が具合悪くなってくると血圧が上がってくるわけですね。で他にもね、いろんな原因で血圧って上がるんですよ。例えば塩分を取るとね、血液中に流れている水分の量が多くなるんで自然と血圧って上がっちゃうんですよね。要するに蛇口をたくさんひねってるようなもんだから流れてるものが増えれば圧力が上がるわけですよ。塩分の取りすぎっていうのが高血圧の原因である場合もあるし、それからね、いろんなホルモンのバランスでね、レミアンギオテンシン系っていうね、血圧を調節するホルモンがいくつかあるんですけど、そういうもののバランスとかが崩れたりするとやっぱ血圧が上がるんですね。でいろんな原因を取り除いていくと行った時にですね、何にも原因が見つからない、でも血圧高いっていうのを本体性高血圧って言ってね、原因がわからない高血圧ですよっていうことなんですよ、うん、原因不明の高血圧があるんですか、うん、それはすごく多いですね。すごく多いんですか、うん、原因わからない。例えば僕も血圧が低いですけど、はい、その原因はわからないです。それは治らないんですか、原因不明ってことは。血圧を下げることはできるんです、いろんな方法でね。例えば塩分取りすぎの人は塩分を控えれば血圧下がってくるわけですよね、うん、ただそれがもうかなり年数が経っていて血管も年を取って動脈硬化が進んで硬くなっちゃったっていうやつは塩分を減らしてもね血圧下がらなかったりしますよね。で若いうちはそれはねなんとかなりますけど、血管自体が高血圧になるようなもう血管になっちゃった場合にはそれ元戻らないですね。あ、うん、たまに聞くんですよ、高血圧ってもう戻らないみたいな、一度上がったら下がらないみたいな、もしかしてそういうことですかね、うん、まあそこまで行っちゃった場合はそうですけど、基本は
はね、でもね、いろんな方法で血圧下げられますよ。薬でね、下げてあげることは仕方ないからやるわけですけど、薬使わなくても血圧が下がればね、まずそこからチャレンジしてもらってって感じですよね。じゃあ血管の様子ってどうなってんのっていうね、硬くなっちゃったり細くなっちゃったりしてる血管がどれぐらいの程度そうなっちゃってるのかっていうのを分かる方法があるんですよ。目の中の網膜の血管を見るのがいいんですね。見ると分かるんですか、うん、そうそうそう、生の血管をそのまま直接見ることができるのは網膜だけなんですよ。こういうところは血管全部隠れてるでしょ。確かに見えないんですよ。でも目から、ね、覗くとそこにある血管はね、生の血管なんですよ。ちょっとこれあるでしょ、これ、はい、ここに出てるこれですよ。でここの様子を見るとですね、動脈がどれだけ硬くなってるか細くなってるかとかね、いろんなことが分かるんですね。インゲンドックで眼底の写真を撮ったりすると思うんですよ。であの写真を見てね、目の病気はないのかっていうのが一つと、血管の様子はどうなのかっていうのを調べるの、両方の意味があるんです、眼底の検査をするっていうのはね。へえ、じゃあこれを見るだけで全身の血管がどうなってるかを見てるってことなんですか。そう、ある程度ね。すごっ、うん、実は大切な検査なんですよ、眼底検査、ね、高血圧が続いてね、良くない状態が長年続いてきたりとかですね、あるいは急激に圧力が高くなってきたりすると、まあ、どういうことが起こるかというとね、さっきも言ったように血液を流すゴムホースみたいなものにね、無理やり高い圧力で液体を流し続けると、だんだん弾力がなくなってきて細くなってくるんですよ。血液が流れる時にね、圧力を吸収してくれなくなっちゃうから、いつも硬い状態だから血圧はどん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 上がっていく方向になっちゃうんですね。血管自体が傷ついて内側がデコボコになってきたりとか、血管自体が硬くて脆くなってくると、血液の中の水分が外へ漏れ出したりするんですよね。そうするとその周りが水浸しになってむくみっていう状態になるんですよね。それが目の網膜の中心部あたりに起こるとですね、網膜は光を感じる組織ですから、霞んできたりとか暗くなったりとか、そういうことが出てくるんです。でもね、それは相当悪くならないと自覚症状出ないです。前にね、うちに来た患者さんでね、まあ、若い男性で、これ明らかにホルモンの異常があって血圧が上がった人ですけどね、霞むって言うんで来たんですけど、網膜見てみたらね、あちこちに出血はしてるし、それからまあむくみはひどいし、いろいろ問診で聞いていくとね、血圧はって聞くとですね、200何十って言うんですよ。20代の男性で200何十なんていう血圧ありえないんで、病的な高血圧なんです。そういう人はね、とにかく血圧を下げないとね、どこかでその出血プツンっていくかもしれないですよ、脳もね、うんうんうん、とにかく血圧下げようっていう話になってね、カルシウムブロッカーって言って割と安全な血圧を下げるお薬をね、眼科で処方してしばらくの間ですけどね、通院してたんですよ。血圧が下がってくると浮腫とかね、やっぱり良くなってくるんですよ。見え方も少し良くなりましたって言ってね、その辺からまた通院しなくなっちゃったんで、その後どうなったか分かんないですけど、本人に自覚症状が出る前にこちらから見ると出血してたりむくみが出てたりもう分かるんですよ。だからね、皆さんも血圧が高めの人はね、人間ドックのもし受けるチャンスがあればですよ、眼底検査必ず受けてもらってね、目の病気があるかないかっていう話と、全身の血管の状態はどうかっていう話ね、それを見てもらった方がいいと思いますね。はい、わかりました。血圧一つとってもこんなに目と関わりがあるって知りませんでした、うん、血管の病気っていうのはね、目にとってすごく良くないんですよ。糖尿病もそうですし、動脈硬化、高血圧ね、そういったものは必ずねチェックした方がいいですね。はい、どうですか、今日の動画役に立ったでしょうか。はい、役に立ったと思ったらチャンネル登録といいねマークをお願いしますね。お願いします、はい、ベルマークを押してもらうと動画が上がるとお知らせがいきます、はいはい、チャンネル登録をするとベルマークが出てきます。それじゃあまたね。